お笑い阿部の弟子、名前書き殴られてキラ負け。阿部は会見を拒否、巨人ファン阿部監督を拒否。高橋礼をすぐ見切ったのは良いと思うけど、結局その後抑えられるやつがいないのが現実よね。結局投げてるピッチャーがしょぼいとこうなる。日曜日くらいしか初回から見れないのに毎週ひどい気がするんだよな。今週2勝3敗か、来週も甲子園3連戦だからまあきついだろうな。2軍の成績通りだわ。 W 秋広も平内もなんで上がってきたのかわからん成績だから。高橋礼と小林は2軍かな。佐々木はどうだろう。前回ヤクルトが高橋をボコってくれてたら今日は高橋じゃなかったのに。日曜は飲み屋も閉まってるから坂本も鬱憤晴らすとこないな。弱すぎて泣けてくる。ボッコボコで草、お前さんたち帰ってきとるやんけ。阿部昨日は下につながる試合とか言ってたよな。どこらべにどうつながったんだろう。負け方がひどすぎる。僅差で負けたのではなく最初からまあ負けるだろうとわかる先発と打線なのが終わってる。開幕のローテ予定投手2人消えました。勝ちパの中継ぎ2人消えました。でまだ A クラスなのは正直ようやってるやろ。ご視聴ありがとうございました。